絵本、遠野物語。座敷わらし。座敷わらし。原作、柳田国男。文、京極夏彦。町田直子。遠野の旧家でよく聞く話である。町の学校に通っている今淵の家の娘が帰省した時のこと。家の廊下で知らない男の子に会った。見たことのない子だった。座敷わらしだと思った。座敷わらしが住むと伝えられる家は少なくない。この神がいる家は栄えると言われる。12、3歳くらいの子供の姿だという。山口村の長者の孫左衛門の家には二人の道女の神が住むと伝えられていた。ある時、山口村の男が町へ出かけ、用を済ませて村に戻った。姿のいい娘が二人、村の方から歩いてくる。お前たち、どこから来た？山口の孫左衛門のところから来た。どこに行くのだ？向こうの村の何がしさんの家に行く。孫左衛門の家も終わりだと男は思った。その後、孫左衛門の家のマグサの中に大きな蛇がいるのを使用人たちが見つけた。孫左衛門は
蛇は殺すなと言ったが、男たちは蛇を撃ち殺した。すると数えきれないほどの蛇が這い出してきた。男たちはそれも面白半分にすべて殺してしまった。その後、孫左衛門の庭にある梨の木の周りに見慣れないキノコがたくさん生えた。小左衛門は食わない方がいいと言ったが、使用人の一人が小柄と一緒に水桶に入れてかき混ぜ、それから食べれば大丈夫だと言ったので、その通りにして家のもの二十数名で食べた。食べた全員が死んだ。外に遊びに行っていた七つになる娘だけが生き残った。間もなくあちこちから親戚が押しかけてきて、家の中のものをみんな持って行ってしまった。孫左衛門の家はたった一日で滅びた。二人の道女が行くと言っていた別の村の何菓子という家は栄えた。今も豪農として豊かに暮らしている。塔のあたりで言う座敷わらしとは、そうしたものである。